隙だらけだってよ。竜狩りの力はこんなもんかよ。本気で来いっての。やっかましい。やっと体が温まってきたとこだ。本気はこれからだっつーの。ナツさん大丈夫？問題ないよ。負け惜しみには聞こえないよ。ナツの攻撃が効かない。あいつ何者？ゴッドスレイヤーとか言っていたが、アースランドにはこんな奴がゴロゴロいるのか。そういや名乗るの忘れてたってよ。俺っちはグリモアハート7眷属が一人。ゴッドスレイヤーのザンクロー。フェアリーテイルの夏ドラゴンスレイヤーだ。だから知ってるって。てめえの暴れっぷりはバラム同盟内でも有名だからな。バラム同盟なんだそれは。はい、闇ギルドの最大勢力だよ。グリモアハート、オラシオン聖室、タルタロスからなる3つのギルドのことよ。オラシオン聖室はナツさんと私たち連合軍を壊滅させたんだけど、まさか同盟で最強のグリモアハートがこんなところに。ララバイを破壊し、デリオラの入手も邪魔し、 R システムもニルバーナも全部この世から葬り去りやがった。ジェラールだの、マスターゼロだの、取るに足らねえやつを倒していい気になってるって。変だと。竜狩りごときが調子こくなっての。何がゴッドスレイヤーだ。神様に教えてもらったってか。マスターハデスをあるいは神と呼べるなら、これは神から授かりしロストマジック。なんだ、人間に教えてもらったんじゃねえか。こっちは本物のドラゴンに教えてもらったんだ。メスリウ魔法。ドラゴンってあれだろ、空飛ぶトカゲ。ってことはこれも身内ってことか。イグニールはトカゲだね。そうですよ、グランディーヌだってトカゲじゃない。ちょっとウェンディ、おめえは黙ってろって。さっさとこいつ片付けてすぐに相手してやっからよ。目が本気だ。ウェンディはやらせないわよ。お前よそ見こいてんじゃねえよ。みんなこっから離れてろ。大技こいってや。右手の炎と左手の炎を合わせて、西の果てから東の果てを焼き尽くせ。神の息吹、火竜のエンジンの光炎、カグッチ。なんて威力だ。凄まじい熱気、竜と神の力のぶつかり合い。やかましいってや、猫玉。猫だけじゃねえか、もう一匹竜狩りがいたっけな。弱すぎだって、弱すぎ。ウェンディ、しっかり。ガジルと同じドラゴンの魔導士の力を軽く押し返すとは、これが失われた魔法ロストマジックというものなのか。この野郎、火竜の炎。知ってるか、人間に火という知性を与えたのは神だってよ。火を生んだのは人でも竜でもねえ、神だ。しゃあで、な、あ、はあ、ねって、なんてこと。ナツさんの炎は食べちゃった。うめえ炎だな。荒々しくて決して燃え尽きることのねえ炎だが、竜を殺せる力があっても神は殺せない。これがグリモアハートの魔法だ。エンジンのどこ
竜狩り2匹地に落ちる。ちくしょう。あんね野郎、久しぶりだ。日はあちいって思ったの。あ、つかここどこだ。この匂い。じっちゃん。嘘だろ。じっちゃん大丈夫か。夏か。じっちゃんくそ、ひでえ怪我だ。待ってろ、今ウェンディのところに連れてく。いや、動かしちゃまずいのか。つかここどこだ。ちくしょう。夏、信じらんねえ。誰にやられたんだ。よく聞け。この戦い、わしらに勝ち目はない。何言ってんだよじっちゃん。寝ぼけてんじゃねえっつーの。お前の怪我、誰にやられた。こんなものなんともねえ。次こそ絶対勝つ。頼む松、みんなを連れて逃げるんじゃ。そんなこと言うなよ。 S 級試験はどうなるんだ。じっちゃんはフェアリーテイルのマスターだろ。勝てないなんて言うな。時には引かねばならぬ時もある。俺は マスターハデスにやられたんだろ。そうだよな、マカロフ。叶わなくたって今日は、あの夏が今日は、あの夏がどうした、ドラゴンスレイヤー。全身からアムラーセが出てるって。参りました。恐怖は悪ではない。それは己の弱さを知るということだ。これが恐怖。泣く。そうだ、それが恐怖だ。絶対なるものを前にしたとき、人は恐れおののき、止まることしかできねえ。もういい、逃げてくれ。違う。これは確かに恐怖だけど、ギルダーツの言ってた恐怖とは別の恐怖だ。はあ？この震えは、じっちゃんをこんな目に遭わせた敵を、俺以外の誰かに始末されちまうことへの恐怖。マスターハデス、必ず俺の手で倒せ。俺はお前たちを絶対に許さねえ。マスターハデスを倒すだと？冗談でもそんなこと言えねえようにしてやるってや。そんな炎は痛くねえってや。黒い炎、あやつも火の魔法。竜の炎と神の炎じゃ格が違うってや。神の炎は燃やすんじゃない。
全てを破壊する小村の薙刀だって。魔導士を食うのが好きだって。変身のバンタン、この炎に包まれたが最後灰になるまで出ることはできねえ。うごーなっとこんなもん逆に食ってやる。無駄だよ、竜の力じゃ神の炎を食えねえってよ。だから言ったじゃねえか。ジャイアント、ちっちゃ、これ以上、これ以上親の目の前でガキを傷つけてみろ。貴様を跡形もなく握りつぶしてやる。そんな力残ってんのかよ。ほれ、早く手を離さねえと跡形もなくなるのはあんたの腕の方だってよ。なんだと、逆に力を入れやがった。離すものか。やめろ、ちっちゃん。うわ、こいつ、離してくれ、ちっちゃん。家族、力、なめんじゃねえぞ。リュウガリか、マカロフか、オレっちか、先にくたばんのは誰だろうね。夏の魔力が消えた。竜狩りがまず落ちたぜ。バカな、なぜ神の炎を食っている。一度魔力を空にしたことによって食えない炎を食う器を作った。なるほど、食うのにコツがいる炎ってのもあるのか。コツ？コツなんてレベルの戦法じゃないぞ。敵の魔力の中で自分の魔力を空にするなど。バカじゃないか！死ぬ気か！死ぬ気はねえし、誰も死なせねえ。え？みんなで帰るんだよ。やりたいる。あわたれ、いいぞ神の炎、竜神の光栄。やりよった、なんちゅう男じゃ。夏、